今から僕は立川に向かいます。立川に、いいユキ、おはよう。立川のね、バベルっていうライブハウスに行って、レクチがバンドやるんで頑張ります。応援しに行きます、和道旅団とともに。はい、和田通メリンコ、ご機嫌斜めだよ。この解放の声で起こされるのがもう最悪だよ、もう本当に。和田シャーンって言われたからね。和田さん、もう5時だけど何してるのって寝起きって言って、じゃあ私たちはどうすればいいの。知らねえボケーっつって、子供かおめえっつってブチ切れた。おはよう、ボケかせっつって。寝起き超機嫌悪いから俺、ガツくじゃねえよお前。子供じゃねえんだからお前一人で行動しろよ。いや切れるでしょ、うん、なんで俺がお前の引率の先生みたいになってんだよ。どうしたらいいのって言われる質問が一番嫌い俺。どうするか決めてください。見える、今向かってるからあと1時間後に着く。先に見ててもいいし、ライブハウス入って交流したから行っても間に合うっしょ。6時だったらレクチの出番、8時半っつってたから。はいはい、バーガーありがとう。タイトルにすなじゃねえよ。ネタにされたくねえんだったらお前二度とコラボしねえぞ。お前二度とコラボしねえぞ。こうやって後輩を可愛がって有名にしてやろうとしてんのにさ、そういうこと言うんだ。で本当に嫌だったら俺今すぐ枠切るけど、もうその代わりお前のこと二度と話題にしねえかんな。二度とてめえの話題しねえかんな。もう絡まねえかんな俺。そう本気で言ってんだったら、いや普通に切れてるよ。はいはい待ってて。謝ったから許すわ。なんか勘違いしてんね、解放。解放なんか勘違いしてるから、もう本当に俺保護者じゃねえから。解放の病院の先生でもねえから。見える、匠さんに連絡して、匠さん連絡つかない。たくみさんも来るって言ってたから、すごいよね。絶対若いさ、ギャルとさ、つまんないライブハウスのイベントなのにさ、ババアモンスター2人とおっさん2人が乗り込むんだよ。モンスター級のババア2人とうだつの上がらない、ああ聞こえますか。今たくみさんから電話来たから、たくみさんに連絡して、放送中だって怒っといて。たくみさんに何年マネージャーやってんだって怒っといて、ああ放送中じゃーって言っといて。見れてる、コメントちょうだい。今 LINE かかってきた。俺鼻炎なんだよ。あれコメント止まった、たくみさんのせいだよ。誰かコメント打って、誰かコメント打って。ああ、たくみさん何年やってんだよ、ほんと。
コメント来た、ありがとう、こんにちは。はいはい、サイバードツー。いやマジで解放にぶち切れるかもしんねえよ俺。解放にぶち切れるかもしんねえ。ヘイス、あヘイス。あ、俺寝起きクソ悪いの。誰かに眠りを妨げられたりするの大嫌いなのよ。で、起きたの。普通に起きたの。そしたら 5時だったのね。で、あ、レクチのライブ行こうと思って。そしたら、まあ案の定、あの女の子リスナーからチュキチュキラインが来るわけよ。和田さん大好きって。で、俺は一件一件それに返してたの。で、和田さん好き好きっていうラインを一件一件返してたら、2件目が解放だったので、2件目解放だから、いや俺今から出るからちょっと待っててって送ったら、電話すぐかけてきて、なんか和田さん今ね見るパイセンといるの、和田さんでね、私たちずっと待ってるの。知らねえわと思って、それ言ってないよ、もう知らねえわ、もうオープニング出だすから知らねえわって思って、知らねえわ、おめえらが勝手に早く集合して早くなんかやってんだろうと思って、でね、その後なんかダラダラ話してんのよ、もう。で、そしたら和田さんいつ来るのつって、あ、今から行くから1時間後だわっつったら、早く来てみたいな、私わかんないよ、何時からなのとか、もう調べろやと思って、うらーっつって怒鳴った。子供じゃねえんだっつって、恋人でもないし、そう、朝から解放に吠えた。風邪はひいてる今、あのずっとね風邪ひいてたよ、バカ10個ありがとうみのり。そう、もう可愛い女の子に LINE しないといけないのに、なんで解放と電話してんだっていう怒り、可愛いラブリーなラブリーなワドギャルズと、ワドシャーンって引っ叩くかもしれないわ、あったら。もう大変なのよ、和道ギャルズとモーニングコールしないといけないから、モーニングメッセージは日課だから。そう、大変だよ。まあ今からね立川に行きますよ、立川に。ありがとう解放、あ、花火投げてくれたから許すわ、花火投げてくれたから許すわ、後で頭なでなでしてあげるわ。喉渇いたな、何飲もう、なんかジュース買うわ。寝起きの一発目だからフルーツにしようかな。何がおすすめ？ソルトライチ、ピンクレモネード。ああ、花が、花火投げるやつに悪いやついないかな。俺の眠りを妨げるやつはマジで殺意湧くから、寝起き肝心だからね。そう、寝起きめちゃめちゃ肝心だから、一日の始まりだからね。何しようかな、グレープフルーツかな、ピンクレモネードかな、どっちかな。 100% にしよう、オレンジジュースにしようかな。いや、いいや、いいや、ジュース何がいいかな。迷うな、何がいいかな。何飲もうかな、誰か決めて、誰か決めて。モンスター、モンスター飲もうかな、モンスター。レッドブルしかないのかな、レッドブルしかない。あったあった、あ、ありがとう花火。あ、なにこれ、モンスターの新しいの出てる。さ、ドクターだって。
ん？何これ？モンスターの新しいの出てる。これ買おう。はい。あ、いや、そうまでいいです。はい。510円で。はい、どうも。あ、ローソンのソルティーライチ飲んだよ。いや、黄色いモンスターだね。あの、オレンジ色のモンスターじゃなくて黄色のモンスター。何これ、黄色のモンスターが売ってる。これ見たことない。なんかね、太陽と月が書いてあって、ザ・ドクターって書いてある。ザ・ドクター。何これ、バレンティーノロッシがどうのこうの書いてあるね。限定モデルかな。美味しい。これモンスター大好きだからな。これ絶対寿命減るよね。荻窪まで行くか、とりあえず。立川でリアドする人いたらぜひ。ちなみに配信機材は持ってきてないので配信は一切しません。配信機材今日なしです。あ、やばい、間違えた。黄色が出てるね。多分ググったら出てくんじゃねえの。どんな味なんだろう。はい、領収書ね。はい、全部経費だから。人生全部経費だからね。よいしょ。荻窪方面。見えるから DM 来た？え、何？だけどの後が知りたい。だけどの後が知りたい。うん、合流してって言ったの。俺今放送中だから、あの、合流してって言ったの、ミュールに。先に放送中で匠さんの電話出れなかったから、ミュールと合流してって。1番線の電車は荻窪行きです。で、 DM 来て何だったの。こんにちは、みーちゃん、おはよう。何だったんだろう。レモンスカッシュか。うまいんだ。果汁 4%。 あ、レモンスカッシュ。大丈夫、ツイッター見たよ。いらっしゃい。見た。大変そうだったね。
これあんまうまくねえな。あのモンスターエナジーの黄色あんま好きじゃないわ。レモンスカッシュだねこれ。なんかねバレンティーノロッシとあのコラボ。病院は行かないダメだね、それはね。病院は行かないダメだよ。病院行きな。行ったのか。風こじらして炎症を起こしてるんだ。次は新高円寺です。The next stop is 新高円寺 M3。金玉さんお疲れ様です。石原さとみっていつからこんな、なんか綺麗キャラに変わったの。俺も鼻止まんないね。調子悪い。風邪治ってない。ありがとう花玉さん。ライブハウス行くの久々だな。どれくらいぶりだろう。ライブハウスに行くのは12年ぶりぐらい。結構楽しみだわ。次は南阿佐ヶ谷です。The next stop is 南阿佐ヶ谷 M2。 あ、沖縄インフル流行なんだ。それであれかね、俺とお手入れやられたのかもね。もしくは俺らが病原体だったのかもしれない。俺とテルが本土からインフルを持ってった可能性がある。カル君とか八千代とか大丈夫かね。南阿佐ヶ谷です。出口は左側です。 Arriving at 南阿佐ヶ谷 M2。
これはインフルじゃない、多分風邪だね。あのね、喉風邪だと思う。あのさ、ホテルじゃなくてステーキハウスの店員にぶち切れてさ、怒鳴った回あったじゃん。あの時から喉がイガイガしてたの。だからね、多分ね、風邪の初期症状出てて、それで、ね、喉が切れて、あの喉が悪化したんだと思う。炎症を起こしたんだと思う。もともと風邪っぽかったんだと思う。体力低下して免疫下がってた。次は荻窪終点です。出口は左側です。 JR 線はお乗り換えです。 The next stop is 荻窪 F1 The last stop.おい、ボンちゃんいらっしゃい。あ、エアコンね、効かすぎ。俺はインフルじゃない。エアコンはね、めちゃめちゃ暑いのよ、向こう。本当に東京の日じゃないぐらい暑いね、やっぱり。同じ33度でも全然違うのよ、湿度が高いのね。で、エアコンがキンキンに引いてんの、本当に。タクシーとか車とか、街中とか。だからね、温度のなんかサウナ水風呂サウナ水風呂をずっと繰り返すような感じ。汗びっちゃびちゃの中で。だからね、おかしくなっちゃうんだよ。あ、そうだったんだ。あなたまあ大変だったね。和道リスナー全滅じゃん。風邪っぴきだよ、みんな。そうだったんだね。俺はね、裸、裸族だから常に裸で寝るのよ。家の中だったら全裸だよ。何も身につけないで寝る、俺は。みんないいこと聞いたね。得したね。でも子供の40度は本当死ぬ可能性あるからね。子供の40度は本当死ぬ可能性がある。放送中に LINE ごめん。あ、全然いいよ、全然いいよ。じゃあ俺はミュールに合流してって言ったの、要件を。ミュールに連絡ついた？え、もうそっちいんの？立川いんの？ダメだな、放送のネタで言ってる部分を真に受けてるな、ミュールは。ミュールもアスペなのかな。あれ？JR どこだ。 JR、 え、 JR あったあった。俺ラ族だよ。服なんか着たくないもん、正直。裸で過ごしたいもん。人類っていつから服を着るようになったんだろうね。立川、あ、意外と近いんだな。立川ってもっと遠いイメージあったけど、全然。なんかさ、成田空港ぐらい遠いのかなっていう感じするじゃん。全然そんなことないわ。だからあの JR のマップって距離感おかしくない？あ、これから来る？ OK。 何時頃着くと？
何時頃着きそう？たけみさんもね、朝まで作業やってたからね。俺ね、扁桃腺切ってる、俺も。だから発音がおかしいんだよ。歯並びと扁桃腺切ってて、もう手術ガチャガチャに改造してるからね、だからおかしい。でもね、扁桃腺とか下手に切らない方がいいよ、何でもかんでも。あの、人体に必要のない器官なんかないんだよ。これ三鷹行きでいいのかな、三鷹行きで合ってる、三鷹行き乗るか。立川快速44分、これだ、3番だ。立川、八王子、高尾、これだ、快速。6歳か。俺も切ったんだよ。でもね、最近のなんか、なんだっけ、あの、なんだっけ、盲腸とかも切るじゃん。あれも実は免疫に関係あったり、扁桃腺も免疫に関係あったりするからね、何でもかんでも切るっていうのはね、実は間違いだったんじゃないかっていうふうに言われてんの。あ、でも医者に聞くのが一番いいよね。三鷹は立川まで行かない？あ、そうなの。あー、よかったよかった。中央線の快速乗るわ。ありがとう、もう。あ、あれだよ、ヴィンテージパンツ昨日洗ったよ。やっぱね、思った。パンツはね、定期的に洗わないとダメだわ。あの、一回も洗うなって言われたけど、俺は洗う派で行くわ。ジーパン何ヶ月に1回ぐらい洗った方がいいんだろう。水洗いだけどね、すごいいい匂いになったよ。陰干しの水洗いで。19時半、 OKOK、 じゃあ出番には間に合うね。 OK。 ね、正直ね、あのレクチ以外のバンド分かんないもんね。海宝モバイルバッテリー持ってんのかな。海宝の枠で俺出ないよ。じゃあじゃあ、あのさ、俺のエンディング曲作ってくれてるレクチがいるじゃん。彼があのライブハウスで演奏するから、前回応援できなかったからみんなで応援しに行こうって言ったの。そう、彼はプロ目指してるから。あー、ダメージね。ダメージっていうかリアルダメージがいいね、やっぱ。普通に履いていく中でやっていきたい。なんかそういう、なんつうんだろう、加工するっていうのは俺ダサいと思ってて、履いていくうちにじわじわダメージがついてくる感じがいいね。砂場でか。いや、おしゃれだとそういうことやるんだね、本当のおしゃれは。何分ぐらいで着くんだろう。結構遠い、結構遠い。30分ぐらい。自然の方がいいよね。あのコットン100だから重たいんだよ。あの生地が硬いっていうか。でもね、あのしっかりしてるからいいよ。本当に長く履ける。
まもなく吉祥寺、吉祥寺、お出口は右側です。京王井の頭線はお乗り換えです。吉祥寺から先は終点まで各駅に停まります。The next station is 吉祥寺。The doors on the right side will open. Please change it for the 京王井の頭 line.After 吉祥寺, we will be stopping at all stations beyond.吉祥寺の次は三鷹だっけ。三鷹か。結構遠いんだな。こっちの方全然来ねえかな。快速って書いてあるけど、各駅だわ。もう全然意味ねえよ。ね、国分寺の線って書いてある。次は三鷹、三鷹。お出口は左側です。The next station is 三鷹。The doors on the left side will open.東京に住むのありだよな。家賃高いんだよな、こっちも。昔は安かったけどさ、今住みやすくなって高いんだよ。
縄って一軒家いくらくらいするんだろう。沖縄に一軒家欲しいよ。全然違うよね。田舎の方がでもいいと思うよ。東京はなんかギスギスしてるっていうか、人が多すぎる。ほら、田舎の方で育ったから、どうもね、なんか庭がない家っていうのが嫌いなんだよ。庭がない家に抵抗がある。ああ、申し訳ないね。申し訳ない。でもね、あの西東京の方はね、八王子もね、国分寺もなんか三鷹も吉祥寺もなんか似てるよ、雰囲気。住宅街プラス栄えてる感じ。滋賀県でいうと津田沼とかみたいな、船橋とかに近いから、ね、すごい似てる見た目はね。なんかね、街それぞれにね、住んでる人種が違うんだよ、東京って。渋谷に住んでる人と新宿に住んでる人が全然違うっていうか、それが面白い。なんか 区によっての住民が違う、そこに住む気質の人っていうか。あ、ボン西東京なの、この辺。立川近いんなら今日今から来れば。8時半からだからライブ、まだ間に合う。次は東小金井、東小金井、お出口は左側です。The next station is 東小金井。The doors on the left side will open.iPhone 使ってて何回も思うんだけどさ、ちょっとだけでかくなってもいいからさ、バッテリーもう少しさ長く持つようにしてほしくない？それ分かる人いる？なんかもう少し分厚くなってもいいから、バッテリー持ち時間どうにかしてくんねえかなって本当思うんだけど。俺はね、港区の住民が好きだ。港区の人が好き。あれ、姫路ってどこだっけ。姫路行かなかったっけ俺。まだ行ってない。姫路って何県。兵庫だ。日本全国回ろうね。
doors on the right side will open.港区の人はね、あのお金持ちの人が多いんだよ、すごい。だからね、なんかストレスがなさそうな生き方し、犬とかがふわふわ歩いてる。絶対ね、犬の方が俺よりうまい飯食ってるだろうと思う。トコ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 、ふいふいふいって歩くんだ。あと何駅だろう。今ね、武蔵小金井だから。武蔵小金井から立川まであとどれくらいなんだろう。あと何駅だろうね。わかんねえよ。金銭的に余裕があるとやっぱいろんなものが解放されるよね、うん、お金つかむって大事だと思う。若い時はいいけど30超えてからあのお金つかむの大事だと思う。20代までは苦労した方がいいと思うけど。次は国分寺、国分寺、お出口は左側です。西武国分寺線、西武田中線は踊り込み。30過ぎてね、なんか好きなことできないと辛いもんね。俺も辛かったもん。子供の頃とかは別にね、豊かじゃなくていいと思ってるけど。これって途中で変えられんの？これ。変えられんの？これ。知らなかった。変えられるんだ。次は西国分寺、西国分寺、お出口は左側です。
お乗り換えです。知らなかったわ。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにお下がりください。 The next issue is 西国分寺。 The doors on the left side will open. Please change your floor the 武蔵野 line. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful.初めて知ったわ。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。 Please watch your step when you leave the train. The next station is Kunitachi. The doors on the left side will open. そうでやってあげる。立川。次は立川です。 The next station is 立川。後で自撮りのやり方ポーズはやってあげる。立川に着いたら、うん、もうすぐ。まもなく立川、お出口は右側です。
The next station is Tachikawa. The doors on the right line will open. Please change your floor to Chuo Line 4, Tachioji Avenue, Takao. The number line and the Kama monorail.ご乗車ありがとうございました。まもなく立川に到着です。この電車立川から先は青梅線に入ります。引き続き中央線下り八王子高尾方面ご利用のお客様、降りましたホーム向かい側、5番線に停車中の立川始発各駅列車甲府行きご利用ください。着いたわ。佐野智則の町に着いたよ。佐野智則。佐野智則の町。人間の顔って下から写すとブサイクになるようにできてんの。下から撮れば撮るほどブサイクになるようにできてるのね。だけど顔って上の方に行けば行くほど綺麗に肉が引っ張られるから、わかる？ただこれだけでこんなに変わるの、顔の印象って。上から撮るのと正面から、面白いでしょ。これが真下、真下ね。でこれが正面、真正面で少し上、真上、全然印象って変わるでしょ。首が上がると顔の肉が引っ張られるから緊張感も出るし、角度がつくと陰影がつくようにできてるの。下から撮ると肉がたるむし、のっぺり映るの。そう、あとは陰影、影のコントラストとかいろいろあるんだけど、まずは基本斜め上から撮るとか、上から撮るって考えとけばいいよ。だからみんな自撮り棒持ってんの、配信者は。自分の顔がよく見えるように。みんなこの角度から撮るでしょ、深夜っちょとかって。上目遣いになるようにこの辺から撮るでしょ。そう、何口って言ってたっけ。ミュール、ミュール、ミュール何口？南とか言ってたよな。え、これ切符で出れないの？ IC 専用、そう。だから顔なんてよく見せようと思う。だから写真で詐欺ることなんかいくらでもできるんだよ。ちゃんと撮り方さえ分かってれば。多分ね、正面から写すのが一番、この辺で撮るのが一番その本人の印象に近いと思う。この角度が、うん、でこっから写してるやつは新やっちょね、あのごまかしてると思っていい。こういう変な角度、要は地面がやたら写る角度で写してる人はカッコつけてる人。俺クラスになるとこうやって配信するから。はい、みんな、まどつー、どうもーっつって、今立川にいるよーっつって、いやー俺は今とっても気分がいいんだ、いいだろう、うなちゃんまんの町にやってきたぜっつって、いいだろう、それでは紹介していくぜ。女の子に笑われたわ女の子に笑われたわ。
南口あれだったよ。なんだっけ、てか喫煙所どこだろう。タバコ吸いたい。なんか改札出れなかった。喫煙所どこだ。タバコ吸おうぜ。そう、タバコ吸える場所どこだ。喫煙所、まあどっから映しても変わんないよ、そんなおっさんなんだから。うん、どうしよっかな。あ、いたいた。タバコどっか吸えないの？タバコ吸おうよ、タバコ。あれ、カイホ痩せた？痩せたね、カイホ。映してるよ。ちょ後ろに回ってよ。カイホ痩せたな。ちょっと痩せた。ねえ、10キロぐらい痩せたわ。だから惚れちゃうかもよ。ああ、これは惚れるわ。これは男ほっとかないわ。っていうかさ、カイホさ、俺が…あの、服絶対入らないんだけど。え、俺が絶対入る。沖縄の服絶対入らないんだけど。カイホ痩せたな。本当？本当いい女だな。やだもう、あー、これやっちゃダメなの。本当にいい女だな、カイホは。本当ドラム缶ボディだな、本当。ドラム缶で潰れたアンパンだから、ね、俺もうリスナー大興奮してる今。行こう、こんな茶番はどうでもいいんだよ。タバコ吸おう、タバコ。どこ？ワタミにいたの？たくみさん何時頃来るって？え、たくみさんは何時頃？あ、そう、はいはい。あ、そのバッグはかっこいいバッグだ。そうそうそう、タバコ吸える喫茶店みたいなの行く。あ、なんかある、なんかあんないの、こんだけでかかったら。さっきのカフェ、タバコ吸えんの？うん、行こう。痩せた？いや、痩せたでしょ。リスナーさんに聞いてごらん。痩せた？もちろん引いて。いや、もうどっからどう見てもスレンダーだからね。ほら、すげえスリムになったじゃん。なに、入院がそんな辛かったの？いや、病院食で、カロリー決まって、1800カロリー決まってて、炭水化物ダイエットで、仏様のご飯ぐらいしか食べなかった。仏のご飯しか食わなかったの？あ、なんかご飯、あの、お米は仏様のご飯ぐらいしか食べなかった。嘘ばっかりだな。嘘ばっかりだな。本当に嘘ついてないよ。仏のご飯とかも全部嘘ばっかりするよ、本当に。本当、そんなことばっかり言ってると佐野智則になっちゃうよ。大丈夫？佐野元春の友達。ほんと嘘しかつかない。立川にいるとみんな嘘をつきたくなる。立川の空気が嘘をつきたくなる空気なんだろうね、多分ね。立川にいるとみんなね、ふかしてばっかりいる。広角レンズ持ってきてないから。足良くなったね、だいぶね。ねえ、良かった良かった。運動してんの、ちゃんと。しなさいって。それ再発するよ、癖になるよ。ダメダメダメ。あの、1日30分でもいいから、俺の放送見ながらウォーキングしな。約束。それ、年食ったらもう歩けなくなるよ。死ぬよ、ほんと。あそこ。どこ？あそこやだよ。なんか人多そう。うん。なんかもっとあるでしょう。じゃあさ、一杯飲む？ワタミンチくつろげるよ。ワタミンチ行くの？パソコンじゃない今日は、携帯。
が生えてるでしょ、うん、かっけえかっけえ、うん、熱海でじゃあ飲んで待ってる。俺喫茶店とかがいいんだけど。喫茶店は分かんないな。石川自体が、うん、昔グッズライとかライブハウスってたけど、あそう、もうすっかり変わっちゃって分かんない。うん、はい、あっここんにちは。今うなちゃんマンのあの町にいるよ。うなちゃんマンの立川にいるよ。うなちゃんマン立川、そう、ここ出身。ほえ、え、大阪の人じゃないの？違うよ、立川の狂犬って言われてたんだから。ほえ、知らないの？知らない。立川で知らない人いないんだよ。うなちゃんマン知ってますかってみんな聞いてごらん、一人一人。すいません、全員知ってるっていう。知ってるからみんな。だって銅像が立つか立たないかって言われてんだから。嘘だ、駅前に。それ嘘だ。バカはバカだねっていう銅像。あ、待って。いやだよ、居酒屋やだ。え、だから居酒屋で飲まなきゃいいじゃん。居酒屋で飲まなきゃいいつか、雰囲気がさ、カフェがいい。なんかやってるし、なんかやってんだけど、何が当たりだよ。もうこういうの大嫌いなんだよ。なんでソフトバンクのくじやってんだよ。なんか売られるぞあれ。バカだろあいつ。いやもう早く、もうほっとくよ俺。もうこういう女嫌いなんだって。なんか目的を忘れてる女嫌いなんだって。喫茶店に行きたいの俺は。喫茶店にしょうもないよ本当で。契約しないダメなんだから。いいからもうそういうの、しょうもない本当。しょうもないすぎるよ、しょうもない。いや、くじをなんか始めちゃったんだよ、ソフトバンクの。すいませんって、カフェどっかありますかって言ったら、なんか当たりとか叫び始めて。いやもうめんどくさい、もう行くわ、めんどくさい。ほんと嫌いだからこういうの俺。イライラするから、知らない。うん、失礼だから人と歩いてて人をほったらかすって。知らん、もう。いやもう俺ほんとイライラするんだよこういうの。嫌いなんだよ。マナー違反でしょ人と一緒にいて。うん、また振り回されてるバカに。うん、喫茶店行こう。3歩進んで2歩下がる女が好きだよ。3歩進んで2歩下がり続ける女が好きだよ。幸せは歩いて、あ、大嫌いだよ。だったら一人で行けって感じだ。あんな勝手な行動するんだったら最初から一人で行けよっていう。すいません、うん、そうだよ。飯食おっか、飯食おっか。なんかうまいのある？立川。うん、ドトールとか、ドトールってタバコ吸えるっけ？こんなことは配信機材持ってくる。あ、うまそう。夢庵食堂だって。夢庵食堂。うどんとかそばが食えるって。夢庵食堂どうかな？なんかタバコ吸えなさそう。食堂、ドトールタバコ吸えんの？ドトールあんのかな、ドトールあんのかな。ドトールは吸えるんだ。
すいません、喫煙って可能ですか？壁から奥側になりますね。壁奥、はい、はい。じゃあアイスコーヒーで。はい。はい。あ、どうしようかな。ビーフカレーのセットにできますか、アイスコーヒーを。はい。はい。領収書いただけますか。はい。佐野智則で。はい。はい。はい。あ、カタカナで佐野智則で、はい、ありがとうございます。はい、お席でお待ちください。はい、人がいっぱいか。その席多い。解放場所分かるかどうか知らない。だったらはぐれんなよって話は、うん、そう思わない。だったら離れんなよっていう。ここドトール。いただきます。腹減ったな。スマホスタンドとか持ってないからさ、あの きれいに映せないんだよ今日。携帯でなんかサクッとお手軽にやってるから。悪いね。はい、 ありがとうございます。どうも。これが200年間継ぎ足しで作られてきたカレーか。
大正時代から代々引き継がれてる伝説のカレー食べます。そう、集団行動大事だよ。おすずお帰り。声でけえなあいつ、なんで大声で喋るのかな。叫ぶ必要ないんだよ。2メーター手前であんなでかい声出されたもん。いたいた。なんで息切れてんのかもよくわかんないし。つみきちゃん風船10個ありがとう。喫茶店のカレーとホテルのカレーは美味しくない説は本当だな。喫茶店とかホテルのカレーって、あの辛いものとか、あの強い香辛料とか職業柄入れらんないのだね。甘いカレーになっちゃうんだよね。そう、パンチの効いた味にできないのホテルとか喫茶店って。そう、ニンニクとかさ、商談とかで使う場所だ。だからホテルのカレーは食うなって、喫茶店って、あの要はアタックがない、あの子供が食べられるように、あの無難な味になっちゃう。ここはカレーの難しいところ。まずいわけじゃない、アタックがないね。カレーってスパイス系の料理だから、アタックが強い方がいい。そうそう、誰でも食べられるように。ね、カレーは万人向けになればなるほど無難な味になっちゃうから美味しくなくなる。そう。カレーはさ、ニンニクとかさ、ハーブとかさ、もう汗ダクダク出るようなのがうまいじゃん。それにできない。カレー食ってる食ってる、いいよ。てかここ空いてないんだよね、席が。2つ並んで、そこ空いてる？そこに移動する？そこに移動する？辛いもの食えないだったらホテルのカレーありだと思うよ。あ、大丈夫だよ、もう慣れてるから。イラつくぐらいだったら自由行動するから大丈夫。別に申し訳なくないよ。俺の好みの料理なのは、あのニンニクがすごいベースがやっぱ効いてるのが好きだね。ばあちゃんが何にでも炒め物でも何でもニンニク入れる人だったから、ニンニクをすごい使う。あのね、あの植物、食べ物の中で、あのがんに対する抗がん作用が一番強いのニンニクなんだよね。うちがん家系じゃないの、ニンニクよく食べるから。じゃがいもは絶対入れない。なんでかっていうと腐るのが早くなるから。カレーは、あのカレーが腐るのってじゃがいもなのね。じゃがいもは、ま、味を丸くしちゃうの。いや俺は何やってんの。俺の水あげないで勝手に。え、あ、いいの、新しいの入れてくれたんだ、ありがとう。解放が何かをやるとなんか全てなんかいいから、いいから。なんか余計なことをされてる感じになってきた。もう水今持ってきてくれたんだけど、なんかイラッとしたわ。もう全てがイライラしてきた。だんだん普通にただ水変えてくれたのに何やってんのって言っちゃった俺。殺すよみたいな感じで言っちゃった。え、水変えたんだけどってダメだったって言われる。ありがとうね、カイホ。カイホ何今日もあのタバコのなんだっけリストバンド巻いてんの、
それなんだっけ、ペットボトルホルダーなんだよね。ペットボトルホルダー、そうか、解放はペットボトルホルダーを今リストバンドにしてるわ。とタバコホルダー、そう、タバコホルダーもリストバンドにしてるの。ちょっとファッションチェックやるわ。解放、解放久しぶりだからな。ちょっと腕出して解放、うん、ちょっと待ってね、はい、うん、解放のファッション尖ってるからみんな大好きだから、うん、爪短くしたよ。爪短くしたの、うん、うん、これがあのペットボトルホルダーなんだよね、うんうん、でこっちはタバコとあのライターをつなぐんだけど、もう開放クラスになるとリストバンドファッションセンスがやばいからね、うんうん、照れるな、うん、ほんとかわいいな、照れるな、あ、今日鷹のふわってなるやつだ。鷹のふわ、そう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 、いやこれはもう定番でつけてく、うん、うん、風がね、心配でね、うん、あ大丈夫だよ、うん、あの風邪っていうよりはね、多分喉痛めてる咳、あの風邪をひいてる感じのウイルス的な感じじゃない、うんうん、あと飯食ってからでいいから、ステッカー買って、あ、いいよいいよいいよ、うん、ていうか、カイホ、いつ今度コラボする？本当は今日って言ってたんだっけ？そうだね、ね、今日ホテル行こうって言ってたんだっけ？そう、なんかね、ウィングっていうところ、なんでさ、お前さ、俺とホテルに行きたがるの？ホテルじゃなくて、だから、うん、なんてマッサージっていうと、俺、あえて言わなかったけど、うん、配信で、うん、なんでお前さ、あの沖縄にいる時もさ、あのコラボしたいって、別にコラボ行くのはいいんだよ、俺全然、うん、なんで俺とホテルに行きたがるの？ホテルに行きたがるわけ、うん、私、振られちゃったんだよって言ってさあのくだりは何なの？あれは振られたの、本当に。解放が振られたら、なんで俺がお前とホテル行かないといけないの？だからそんな、うん、そんな繋がりはないんだけど。違う違う違う、いや、いいんだけど、そんな繋がりとかよくわかんないけど。だから、そうじゃなくて、うん、あの私が入院してる間に手頃の試合があって、うん、だから結局あの判定だけど負けちゃったじゃん。俺はあの判定、なんで負けたかって言ったら解放のマッサージだと思ってるよね。だから解放のマッサージさえ受けなければ、うん、俺は勝ってたと思ってるよ。そうだから私も責任を感じて、うん、それで、うん、今度は癒しのマッサージとして、うん、ベビーパウダーで、だから油ぬるぬるじゃなくって、うん、いやもういい、もう勘弁してくんない、もうマッサージは大丈夫、よかった、あのマッサージはきついから、うん、うんうん、分かった分かった、うん、あと、うん、思いついたのが、うん、私撮影するじゃん、撮影、撮影とか写真撮るじゃない、あ、写真も撮る、フォトグラファーだもんね、撮るでしょ、だから、うん、で和道って平和の和に道で和道じゃん、うん、だから和風の風景に馴染んだ神兵衛って和道が乗ってる、うんうんうん、なんか初中見舞い的なハガキみたいのがあったらすごいかっけえなと思ったの、うん、それどこに重要があるの、それじゃあ解放が欲しいだけでしょいや、そうじゃなくてみんな欲しがるんじゃないの、欲しいかそれ、欲しくない、いや、わかんない、それは女性の感覚だから、うん、俺のジンベエ姿の和服な感じの、そう、和服な感じで、うん、なんかちょっと旋風広げちゃって、なんかアチーナっぽい感じで、あ、なんか縁側みたいなところでね、そう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 、いるそれ、いらないかね、意外と欲しいっていう人いるわ、あ、でしょ、うん、絶対ね、男の浴衣とジンベエは需要あるんだよ、うん、夏祭りとかでもやっぱり普通の格好より浴衣着てる男子とかの方が目立つ、目立つね、もうね、ミュールパイセンじゃなくてね、ミュールって呼んでいいって言ってくれたの、うん、お友達なの、あ、そうなんだ、うん、そうだから、それだったら、申し訳ないから、だからいつもは、うん、もしあれだったら、うちに来てほしいっていう風に言おうと思ってたの、今まで、え、なんで解放の家に行くの、俺が、だから、いや、もう全然話が飛び飛びで分かんないんだけど、打ち合わせ、何、ちょっと待ってね、俺は、なんで俺のことホテルに誘ったのっていう1個の質問に対して、解放は4つぐらいクエスチョン投げかけてて、解放ね、なんでホテルに誘ったのって言ったら、家に来てほしいっていうのと、ミュールパイセンからミュール呼ばわりしていいっていう風になったと、浴衣の写真撮りたいっていういらない情報4つ入ってきてんだ俺、どうすればいいの、何に答えればいいの、俺はまずホテルは、うん、だから、うん、
あんまり遠出、だから、うん、ワトさんにあんまり遠出させるのは申し訳ないっていうのと、うん、ラブホっていうのはなんかいかがわしい場所だから、うん、ちゃんとしたビジネスホテルだったらいいんじゃないかなっていうふうに思ったの。別になんかホテルじゃなくても企画はできるじゃん。うん、あとは、うん、まあ、ほら失恋企画恋愛相談にしよっかって。ああ、恋愛相談は全然乗るよ。ただ、うん、私店が引くほど泣いちゃいそうだったの、あの時。それ面白いじゃん。店員が引くほど泣いちゃいそうだったから。あ、それで、だから密室で話がしたいって思ったの、はいはいはい、それで浮かんだのがあのホテルだったの。だからホテルに別に。それ面白いじゃん。面白いってどう面白い、うん、店員、いや周りの店員が引くぐらいになって、やだよ、はい、すやだよ、もうお帰りくださいって言われちゃうよ、うん、そうだから、うん、だからホテルはそういうこと。なんか別に恋愛はもう解決したの？いやでもたまにうずくよ傷は。あ、私なんだかんだ言って最後まで愛されない女なんだなってやっぱりうずくよ私は。なるほど。辛いところだよ。うん、なんか好きだよとか言っときながらひょいって逃げられちゃう女なんだなって思って、あ、気づいた、うん、気づいた。遅い気づいた。気づいた。え、私そういう女なの？そうだよ、今自分で言ったじゃん。うん、ちょっと待ってな、うん、笑ってる笑ってるし、このやりとり面白い。面白いの？普通に話してるのに私。え、私水持ってきたら何だって言ってたの？え、いや、何するんだろう。違う、さっき水が空いてたから新しいお水どうぞって店員さん風にさ、しただけなのにさ、新しい毒入ってないから、ね、毒入れてない。あ、そう、悪いけど毒なんて入れてないからね、もうひどいよ、もう。いや別にあれだけど。解放は何？捨て頃に出たいんでしょ？出てみたい。ただそんな、なんだろう、うん、実際昨日の、うん、ほら、編集なしのやつ見たけど、うん、なんか気軽に言っちゃいけない本格的なものだなと思ったから。いや、それずっと言ってるじゃん、うん、本気でやってるんだよって、うん、だから、うん、まあ、まず私はダイエットからだなとか。そっからダイエットでも筋肉つけるところから。なんて、タバコ吸います？うん、全然全然。なに、ダイエットから始めるの？ダイエットだって1年後だよ、うん、だし出たい人いっぱいいるんだよ。有名じゃないと出れないよ。で、うん、うん、有名か。そう、要は、うん、強いかどうかじゃないの、出たいかどうかじゃなくて、プロモーターからすると売れるかどうかの、売れるかどうか、うん、チケットが。あ、はいはいはい、でしょ、うん、要は解放の戦い見たい、金払ってでも見るっていう人がいっぱいいないんだな。そっか、うん、今ね、うん、入院してからね、閲覧が200前行ったって言ったじゃん、うん、行ってたね。今ね、50がやっとなんだ。結構安定してるな。安定してんの？思ってたよりもあるな。あるの？うん、思ってたよりあるわ。それもね、すげえ面白い子たちが来て、うん、私のお誕生会が7月27日に川口でやるんだけど、うん、はいはいはい、そしたら昼はちょっと来れない人がほとんどで、夜行きたいっていう人で、うん、なんか毎年西田ひかるのお誕生会みたいに毎年やろうとか、うん、あとはなんか赤いレッドカーペットを俺が敷くからその上を歩いてとかね、結構面白い展開になって、うん、超面白いね。すごい面白い。そう、そういうことを言ってくれるね、うん、人たちがね、集まってきたから、うん、多分27日は面白くなると思う、うんうん、だってドレス着てくのとか言って、うん、私は普通の今みたいな格好とか、うん、普通のなんか、うん、ガウチョ履いてみたいなので行こうと思ったら、どんなドレス着てくるのから始まって、うん、ハット選びが始まって、アパ社長とか言って、うん、
それともあのどんこにし風がいいとか全部見せて。ごめん話も遅、あの捨て頃デザインでしょ。うん、うん、あ解放フォローした。女の子はお相撲なの、うん、いや関係ない、キックボクシングもできるよ。たまたま相撲だっただけで、ルールを選べるの、対戦相手と。あ、そうなんだ。要はボクシングがいいとか、うん、柔道がいいとか、うん、一応選べるんだって。え、そういなら、うん、いやダイエットも兼ねてなんていうとなんか、うん、怒られちゃうかもしれないけど。いやダイエットっていうよりも一番重要なのは、うん、解放が有名になることだと思うよ。解放有名になれるかな、どうすれば有名になれるっていうのは具な質問なんだよね。具な質問っていうか、うん、フォローどれくらいいいの、ちょっと携帯見せてよ。あ、あとね、解放ね、あの解放ね、あの服が入らないわ、どう見ても。ちょっと立ってもらっていい、ちょっと立ってもらっていい。ごめんね解放、あの解放に買ってきたけどお土産。いや、入るようにやってる。あのそんなにたる、なんかそんなドラム缶みたいだったっけ解放って。どあのびっくりしたんだ俺見て。どう見てもね、どう見ても服のサイズ、ちょっと待って、解放って書いてある。解放何色っつったっけ。え、解放緑、緑っつってた。解放、あ、わかんない、なんかね、のんちゃんがね、かぶったら嫌だって言ってた色じゃない色。これかな、ちょっと待って、これ解放、これ解放、ちょっと合わせてみて、ちょっと広げないで、ほらほら、あ、ダメ、広げないでって振っただろ今話を、うん、入らないで、入らないね、うん、チル入らない、うん、こいつ分かってないわ面白さ、うん、それじゃあ部屋に飾って解放。あ、部屋飾る、うん、飾る、うん、ディスプレイとして、そうそうそう、ネイルとかメイクで部屋使ってるから、うん、ディスプレイとして飾るわ。ちょっと 横向いてみて、うん、横横、じゃあモデルさんみたいに横向いて、そうそうそう、でちょっと合わせてみて、ちょっと、うん、そうそうそう、入らないね、完全に入らない、完全に入らないわ。ありがとう解放、それあげる。お土産でもありがとう。え、これもらっちゃっていいの。もちろんもちろん、お土産だから。 ありがとう、嬉しい、うん、入るように頑張るじゃん、うん、それが入ったら捨て頃出れるかもしれない。これミュールだっけ、ミュールどれだっけ、ちょっと待って、これちょっと待ってね、これミュール、はい、ミュール入るよこれ。ありがとう、あ、素敵素敵、うん、ミュール入る、かわいい、うん、で、これ送ってくれんでしょ。これが誰だ、これクミタ、うん、で、これがニャー、シーサーが入って、シーサー、うん、部屋着で着ればいいじゃん。あ、でも解放は配信者だからそれ着る枠やってよ。あ、うん、何、ビッチビチで、そう、ビッチビチで、踊る枠踊る枠やんないダメだ、ビッチビチで着るやつやるか、うん、オッケーオッケー、 XL サイズ買っとけよかった。あ、そうね、私解放今体重何キロ。え、言えない。いや、言おうよ、恥ずかしくて言えない、本当に。100キロ超えてる。いや、そこまで行ってないけど、ない。でもこれはあれ、女性に聞いたら失礼だけど、ファイターとして聞いてるから俺は。やっぱ捨て頃出るファイターはやっぱ体重とか書かないといけないから。はあ、うんうん、今ね、うん、言うの。言うよ、末広がりが2つ、88。まあ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 、デブだな。ただの巨漢だな。え、ベンジャさんはいくつぐらいなのかな。ベンジャさん100キロ超えてるけど身長がある程度ある。あ、そっか、解放身長な163で88か。すげえな。だって半年間で30キロ太っちゃったもん。マジで。じゃあさ、わかった、あの、じゃあ、うーん、え、解放、ちょっと待って、え、何、今情報来たんだけど、さっき今閲覧50ぐらいしかないって言ってたじゃん。うん、閲覧、あの、合計だよ。そう、合計閲覧2とか3なのになんで50って言ったの。え、閲覧2とか3っていう情報が来たんだけど、普通ね、閲覧聞かれたらリアルタイムの閲覧を聞く、言うのよ配信者。そうなんだ。あ、うん、私合計言っちゃった。合計はダメよ。あ、だって合計っていうのは、うん、面白くないって言って帰っちゃった人の数だから。あ、そう
本でしょ、うん、あ、じゃあ間違った、うん、そしたら、うん、定着の人、うん、リアルタイムで見てる人は何人ぐらい、定着の人は今日の朝とかだと、うん、4、5人とかかな。なんで見栄を張るの？だから意味が分からない、合計とその S ランの意味が分からなかった、うん、ダメよ解放。いや持ってるわけじゃなくて意味が違かった。そう、だいたい閲覧いくつぐらいって聞かれたらリアルタイムの方言うのが普通この業界は。そうなんだ、うん、業界の勉強もしなければ。そうだね、うん、夢は何だっけ解放の。女版リリー・フランキーになる。うん、オッケー。リリー・フランキーでも格闘技やんなくない？あ、リリーさんやんないね。むしろ日焼けしない派っていうか、なんていうか、そうね。捨て頃は私が日焼けの話は今してないんだけど、けど、うん、リリー・フランキーが日焼けするかしないかはしてないけど、まあ、そうだね、うんうん、リリーさんは格闘技はやんないだろうけど、うん、なんかでも解放はやりたいの、うん、なんか捨て頃っていうものに魅力を感じて、うん、なんかこういうのに出る人になりたいって思った。あ、じゃあドレさんが今度企画やるの、うん、スパーリングの。あ、行きたい？ドレさん、ドレさん見学かもしれないし、うん、来れないかもしれないけど、ドレさんにお願いしてみる？あ、お願いしてみたい。クモン流ってわかる？クモン流、クモン式じゃなくてクモン流。クモン流っていう男の子と達彦とドレさんと、え、ちょっと待って、達彦、ドレさん、クモン流、俺で4人で多分もう決まってるので、練習行きたい？行きたい。行きたい、うん、じゃあドレさんにちょっとあのいいかどうか今見てるから、うん、あのもしよかったらあの見学しかダメっていうか、うん、スパーリングはもちろんダメだと思うの、うん、でも相当きついよドレさんトレーニング。あ、もう僕と思って、うん、お尻とかバーンってやられるよ。走れこの野郎とか言われるよ、うん、女の人でも。え、あとドレさん、ドレさんスケベだから口説かれる可能性あるよ。うえ、そう、ちょっとこの後ホテル行こうよって絶対言われるよ。お電話、お電話したことあるよ。お電話したことあるの、うんうん、じゃあドレさんがいいって言ったら、そこにドレさんにホテル誘われる覚悟を持たないとダメよ。そしたら、うん、断るちゃんと、うんうん、じゃあドレさんにコメントでもしね、スパーリング企画、うん、さすね、あれだったら、うんうん、メールするよ、うん、もし OK だったらメールする、うん。え、それいつの話？何日とか決まってる？多分、いや、だって暇でしょ？うん、基本ね、うん、あの今月1ヶ月は別に仕事しなくていいって言われた先生に、うん、お医者さんに。ああ、仕事しちゃダメだけどね、うん、正確に言うと。むしろそう、うん、ゆっくり休みなさいって。あ、そうなんだ。うん。OK、うん。ちょっと膝は悪いかもしれない、太ってるから。ああ、まあ痩せるの込みでね。うん、空気椅子とか、うん、うさぎ跳びとかはできないかもしれないけど。ああ、そっかそっか、うん、パンチとかはできるの？パンチはできる、うん、キックとパンチはできる、うん、なるほど。おお、手首もかっけえな。これいいでしょ？すごい、いい、うん、尖ってるね。尖ってるよね、うんうん。いい尖り具合だ。 あと私のやつ閲覧の、閲覧、うん、だっけ、なんだっけ、フォロー何人の、私ね、見方がわからないの。 OK、 フワッチをまず開くでしょこれ、はい、よく覚えといて使い方、はいはい、で、うん、マイページっていうのこれね、はい、で、プロフィールを OK、はい、マイページ、プロフィール、マイページ、プロフィール、そうするとフォロワーっていう、フォローされる118人のファンがいるの今。あ、そうなんだ、うん、へえ、118人いる。あ、私配信何気に94回もやってんだ。私、そうそうそう、配信の回数とかも分かるから。あら、びっくり。いや、配信始めてね、まだ何回ぐらい、10日ぐらいして入院しちゃったのよ。そう、だからまだ超初心者の解放は、うん、うん、美子さんがフォローしてくれたってよ。どこでわかる、どこでわかる、さっきのプロフィール、マイページ、プロフィールで、フォロワーっていうの、それフォローしてくれてる人だから、うん、この人がミコさんっていない？どっかに。ミコさん、ミコ、ミコ、ミコ、ないね。
新着順になってる。じゃあこれ新着でランキングだから。あ、ほら、ミコさんをフォローしてくれてる。ミコさん、ありがとうございます。今、うん、フォローさせていただきます。ポチッとな、うん。あ、フォローバックするんだ。うん、するする。え、あと、ゆうなりさんとソニちゃんラブリーさんもフォローする。うん、ポチッとな。ポチッとな。通知入りしたら大変なことになるよ。え、そうなの。ずっとこれ100人近くピコンピコンになるよ。あ、だからいっぱいになるの、私。そう。こっち側のベルは外しておいた方がいいよ。あ、そうなんだ。うん、携帯鳴りまくるから。そっかそっか、だから私のチャカコンチャカコンうるさかった。そう、これは本当に好きな人っていうか本当に見る人だけ鳴らさないと大変なことになる、うん、あ、そっかそっか。あ、今ハイにしちゃったから通知はピコンって鳴るっていう設定だから、これ外さ、あ、本当に戻って、あ、でもこんなにフォロワーさんいてくれたんだ、嬉しい。フォローするってやって、うん、でいいえ、そうするとこっちだけになる。あ、なるほど。あれ、うん、やって、うん、分かった。はい、ともう寝れないぐらいピコンピコンになるから。で、前あれでしょ、私が電話しちゃってピコンピコンになっちゃったっていう。そう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 、ピコンピコン事件。たくみさんどれくらいで来るんだろうな。これ今渡した方が後の方がいい。うん、ちょっと待って、うん、19時半くらい、いや、あの8時半だね、出番は、うん、じゃあ僕らそろそろ行きますね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ライブ行ってきます。後で放送します。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。